どうもおはようからこんばんは、若殿です。ザ・クルー雑談ドライブ始めていきましょう。今回乗るバイクですけれども、で、まあ、前回の、まあ、以前動画で上げましたドゥカティのモンスターとこちらと一緒なんですけれども、カラーリングやあとパーツは変えております。まあ、久々のバイクということで、まあ、今回はこれに乗って撮っていきましょう。場所はラスベガス、向こうに見えるんですけれども、そちらから南下して砂漠に向かっていこうと思うんですけれども、雨が降っているんですよね。あのね、雨降る雲じゃないでしょこれ。どんな天変地異なんだよ、ほんと。もう雨季ってわけでもないでしょ。この晴れ、この青空ですものね。全くもうどんなゲームシステムしてるんだか。まあ走っていきましょう。風力発電がものすごい数ありますね。やはりこういう 見開きのいい土地は結構風とかも強いんですかね。さて、でこれを上げている頃ですけれども、2016年のいつかな、まあいわゆる冬休みという時期は終わっているでしょうね。私も多分仕事して、まあ、ぼちぼち週末迎えてるかなっていう頃合いでしょうね。というのもこれ撮っているのは1月の4日なんですよね。いや、皆さん冬休みはいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ私の方はね、まあ結構取りだめした動画があったので、まあ、信長の野望のシーズン4とか、まあ、10話分ぐらいは撮ってたんで、それの編集とか、あとは実家に家族が集まってたんで、まあ妹とゲームしたりね、まあ、以前動画で上げましたコールオブデューティーのゴーストとか、あとはマインクラフトの結構もろもろな作業を手伝ってもらったので、まあそういうことをしながら、まあ、4日を迎えたわけですけれどもね。まあゲームしかしてないね。お、ちょうど名所が見えてまいりました。もうついでに行っちゃいましょう。まあ、このゲームもね、本当、この動画を撮るときだけしかプレイしないので、全くレベルが上がらないんですよね。ほう、巨大温度計。ほう、面白いですね。あれですか。へぇ、あんなのが実際にあるんですね。え、130度まであるの？え、そんなにならないでしょ。生きていけないでしょ。まあ、今後、なんかこう、今みたいな天変地異があればなんかこう測定できるようになってるんでしょうかね。まあルートに戻りましょう。こんな名所あるんですね。まあ、どんどん砂漠を南下していきますよ。まあ、ほとんどゲームの冬休み、まあ、もともとそうするつもりだったんですけれどもね、12月は大変仕事が忙しくて、動画は撮ったんですけれども、編集できなくて、で仕事が落ち着いた頃に、おお、プレイヤーか。で仕事が落ち着いた頃に、まあ、地元の友達とかも連絡取ったんですけれども、なかなかスケジュールが合わなかったんですよね。まあそんなこんなで、あ、いたいたいた、そんなこんなの冬休みでしたけれども、まあでも初詣とかはちょこちょこ行きましたね。まあ、近所歩いて行ける範囲にも結構、あるんですよね。また名所が見えてまいりましたよ。おお、プレイヤーさんか。もう激突しまくりじゃないですか。大丈夫ですか。さて名所ですね。おお、止まろうぜ止まろうぜ。スペースアンテナでかいですね。いや、コールオブデューティーと一緒でね、動画用でしか撮らないので本当にレベルが上がらないですね。痛い痛い。さて、じゃあ次はどこ行こうかな。あ、砂漠があるんですよね。この辺ちょっと進んでみましょうかね。いや、どうせならね、どうせなら突っ切っていきましょうか。道なき道を進んでドライブしていきましょう。ル
ルートに戻れって言ってもね、人生敷かれたレールの上だけを歩いているだけじゃダメですよ。たまにはね、ちょっとこうアウトローなこともしないとね。あのね、手にすごい振動が来てるんですよねこんなところ走っているせいか。まあいいでしょう。でね、まあ初詣行ったんですけれども、地元の結構大きな神社に行ったんですよ。でそこでまあ家族でおみくじを引いたんですけれども、なんとね全員大吉だったんですよ。いやー、かなりね今年幸先いいなって思ったんですよ。でね、まあ私もね大吉どれくらい前かな、まあ相当前なんですけれども引いたことはあるんですけれども、結構はなあの内容的にはあんまり大吉的な内容じゃなかったんですよね。ですが今回引いたおみくじはかなり内容的にどれもいいものばかりで、いや素晴らしいですね。争い事ってあるんですけども、勝つっていう風にね断言してくれたんですよ。お、サーキットですか。うーん、ここら辺はあんまりね行きたくないので飛び越えていきましょうか。この辺かな。でまあ病とかもあの信じれば治るですよ何だったっけな、信心すれば治るみたいな感じに書かれてたんですけれども、いいですね。じゃあ私なんかで、ね、患ってもお祈りすれば治るんですか。いいですね祈れば治る。いや今年1年はなかなかいい年になりそうですよ。皆さんはどうですかね、今年の運勢とかは。私ね、ほとんどここ 4,5 年ぐらいかな、微妙なのが多かったんですよね。なので大吉が出たこと自体も嬉しいですし、まあ内容もかなり良かったのでそれもいいですね。でね、まあ、しばらく私、まあ、髪の毛ですの、髪の毛切らなかったんですけれども、あの髪だけに髪の毛とか、まあ、そんなつまらないことはいいんですけれども、まあ髪を切りに行ったわけですよね。まあ、この動画を撮っておりますのが1月4日、まあ、その朝に行ったんですけれども、実はね私が中学生の頃から15、6年かな、ずっと通い続けてる、まあ、散髪屋がありまして、で、まあ、そこのポイントカードがあるんですよ。でポイントカードが去年の年末の時点で99になったんですよ。実は100回目に行きますと、まあ、タダになるのと、あと豪華、まあ、景品っていうんですかね、まあ、粗品をいただけるということで、まあ、年末にいてもよかったんですけれども、まあ、あえて、まあ、年が明けた頃に行ってみようかなと思って行ったんですよ。で、100回目になりまして、で、まあ、タダになりました。まあ、ただになるのは50回に1回ぐらいなんですよね。まあだいたい行ったら4000円ぐらいかかるのがただになりまして、で粗品をもらったわけですよ。あ、いたいた。お、砂漠には着いたんですかね。お、着きましたね。じゃあこちらに向かっていきましょうか。こっちにしようかな、うん、この辺だね。いやね、この動画とか他の動画なんですけれども、ほとんどこう私地元の言葉は喋らないようにしてるんですよ。まあコールオブデューティーゴーストぐらいかな、もう地元丸出しの言葉で喋っていたのは。まあなかなかうまく喋れないこともあるかもしれませんが、ご了承ください。さてで散髪に行きまして、で粗品をもらったんですけれども、まあ、会社の人とも話をしてまして、どうせ大したものじゃないだろうなみたいな話はしてたんですよ。ですがね、実際こうもらってみますと結構重いんですよ。重みがありまして、まあそこそこ、んー、どうだろうね、小さくはないかな。で帰って早速開けてみますと、まあもちろん散髪屋なんで、なんとねシャンプーとリンスでした。アロマハーブっていうんですかね、ネットで調べてみると4000円ぐらいするものらしくて、それのシャンプーと、あとはコンディショナーとそのシャンプーの詰め替えで4000円ぐらいの分をもらえましたね。いやでもかなり嬉しいですよ、うん、私もシャンプーとかは昔はね、本当安物だったんですけれども、ここ 2,3 年ぐらいは
まあそろそろね30歳に近づいていることですし、まあちょっと頭のことを気にしていい髪をいいシャンプーを買おうと思って、だいたいもう2000円ぐらいするのをいつも買ってるんですよ。なのでまあ調べてみてそれくらいの価値があるシャンプーで私は非常に嬉しかったですね。まあならではだなとは思いましたよ。いやーね、年が明けて神様の髪の話と髪の毛の髪の話ってね、まあかけたつもりはないんですけれども、まあ先輩がね頭皮とか触ってもらったんですけれども、まあその人そういうなんか資格持っているらしくて、まあ頭皮を触ってもらって、まあお前はまあハゲないだろうとは言われたんですけれども、まあ、なかなか気になる年頃ですよね。どうでしょうね、こう仕事が忙しくて結構精神的に追い込まれたりして髪が抜けたり白髪になったりっていうのも嫌ですね。もう30になってくるとそろそろ意識しだすんでしょうかね。あ、皆さんまた髪の話をしてるとか思ってるでしょいやーね、それが怖いんですよね。なのでそこそこいいシャンプーを買って、でいろいろと髪のことを気にしながらね、サクセスしたりまあそんなこんなでそこそこもう、まあ、そこがそろそろみそじを迎えるおっさんの雑談でした。まあ2016年、まあ幸先はいいですね。こう話してみますと運勢もいいですし、まあもらった粗品も良かったですしね。あとはこのチャンネルが成長して、でまあまあ私のプライベートの仕事の方もまあミスなく今年が終えられたらいいなと思っております。チャンネル登録もね、今はもう130近くいってると思うんで、いやーいいですね。皆さん本当ありがとうございます。では今回の雑談はこの辺にしましょうかね。今回ねずっと一人称にするのは忘れてたんですけれども、まあこんな感じででは今回は走りながら終わりましょうか。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。若殿でした。